ついにやってまいりました。ジェームズ・モリアーティピックアップ召喚。皆さん楽しみに待ってましたよね。私もです。とっても楽しみにしてました。じゃないんだよ、これ2回目リベンジなんだよ。これは未来を取り戻す戦い。いきます。はい、序盤20秒くらいのしょうもない茶番にお付き合いいただいてありがとうございます。2回目です。昨日ピックアップガチャ動画回しました。あ、動画回しました、動画投稿したんですけど、まあね、この2回目ガチャ動画撮っているということは、まあ引けてないんですよ。引けなかったんですが、やはり諦めてなるものかということで、ひたすら幕愛の物語とか驚愕 S とか回りまして、石かき集めてきました。とりあえず20連分ですね、かき集めました。諦めてはならない。歩みを止めるな、カメラを止めるな、ということでね、まあ泣きの20連です。要はまあ私は諦めが悪い人間ですからね。はい、残り20連可能性を、希望を見出していこう。 あとですね、まあ星5は分かんないですよ。でもさ、ドンキホーテは引けてもよくないっていうね。うん、まあ、前回すり抜けでね、星4サバはいくつか引いてたわけなんですけど、ドンキホーテすら引けないって何なんていう話なんですよね。うん、おかしくないと、私にしてはある意味珍しい。うん、引けてほしいなー。そんなわけでね、早速リベンジの動画を撮っているわけです。なんかこの10連は良くない気配がする、良くない気配がする。はい、昨日の動画でね、皆さんの運を分けてくださいと、聞けた方ぜひ分けてくださいと言ったところですね、コメントでね、そう、弾けましたみたいな、あるいは弾けませんでしたとか、なんか弾けるといいですねってそう言ってくださったコメント結構あって、待って、なんでキャスターでまた金ピカなの、なんでなんで、ちょっと待って、これ既視感、デジャブ、デジャビュー、あれ、昨日投稿した、ジェームズ・モリアーティガチャ第1弾の動画を、あれ皆さん、まあ見てほしいんですけど、デジャブだよね、これ。なんだろう、この既視感。あれ、金ピカキャスター切るけ、あれあれ、これ割と最近具体的には昨日見た光景な気がする。あれあれ、私のドン・キホーテはキャスターだった、キュケオーンをお食べだった。え、こんなことってあるこんなことってあっていいのか。うん、行こうか。私が必死こいて集めた幕愛の物語、そして強化クエストの石、なんか10個ずつクリアしたら、星晶石が10個もらえるみたいな、あれはなんていうの、こう特別な、まあ、クエストみたいなのが、クエストなんだろう、報酬みたいなのがあると思うんですけど、 それにもね助けられましたね、ありがたや。おかしいなぁ、私のドン・キホーテはおかしいなぁ。なんかキャスターだったりライダーだったりで、しかもね、女の子単品ですよ。あれー、なんか2人組って聞いてたんだけどなぁ。あれー、うーん、な
なんか二人組でなんかちっちゃいおじさんとね、なんか美人なお姉さんって聞いてたはずなんだけど、おかしいな、あれれ、おかしいな、コナン君になっちゃう。諦めるのはまだきっと早い。諦めるな、信じろ。ガチャを、そして最強の自分を信じろ。なんだろうね、狙った様ほど引けない問題あるかもしれないな。ちょっと待って、ちょっと待って、待て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 、よくないぞ、よくないと思うよ。え、ドンキホーテくらいはもうおじいんだけど、モリアーティも来ない。はい、ようこそ聴覚4枚目かな多分、うん、全体アーツルーラー欲しいよ。あー、このランサー違う。あー、めっちゃ一気一、あーあー、もう石ゼロですね。うわー、引けなかった。あのね、何なんだろう、狙ったサバほど引けない問題はね、あると思うんだよね。なんかもう私呪いかかってんじゃないかと思うんだけど、アルジュナ・オルタと太公望がですね、欲しいのに全然引けないんだよね。何なんですかね。で、今回はジェームズ・モリアーティ君なんか追加されちゃったかな、このなんか私が引けないサーバント見事に男性サバ、うん、でアルジュナ・オルタ対抗棒に続きジェームズ・モリアーティかっこ若い方っていうね、あ、なんか巷ではモリアーティ・リリーとか言われてるんでしたっけ、うん、まずいなこれ、良くない流れ、引けない呪いにかかってしまった気がするうわー、マジで。でもですね、皆さん、間もなくロードトゥーセブンのまあ直近だと3番目真のが来ると思うんですけど、その次は4番目インドですよ。まあアルジュナオルタね、ピックアップ来るでしょうと、もう引く気満々ですよ。はい、この、狙ったサバ引けない問題、特にアルジュナオルタ、うん、なぜかアルジュナオルタだけ引けない問題、まあ、だけじゃないけど、うん、そこでもう今度こそね、この負の連鎖を断ち切ってやろうという気持ちです。ということで。ああ、今回は残念でした。また次の動画でお会いしましょう。よかったらチャンネル登録ぜひ。それでは。